己紹介どうする？自己紹介ですか？なんか普通にさせてください。なんか自己紹介ではなんか京都サンガに加入することを決断した理由を教えてください。覚悟を持ってプレーできるというか、この人とシーズン一緒に戦ったら間違いないなっていう。京都市伏見区在住36歳クロちゃんさん。あー、ええ、やべ、大癖出しちゃった。背番号17番荻原拓也です。11Q 楽しんでいきたいと思います。イエス。なんかちょっと森くんぽかったよ。イエス入った。森脇でいく。森くんやだ。いやもう一回撮る。もう一回だけいいですか。あ、いやよ、何回の。背番号17番荻原拓也です。11Q、楽しんでいきたいと思います。はい、荻原選手こんにちは。大阪府高槻市在住のカフです。荻原選手に質問です。いつも前半と後半で違う色のスパイクに履き替えていますが、何かこだわりなどがあるんですか？また京都に来てからのオフの日の過ごし方を教えてください。 J1 昇格に向けて熱いプレーをしている荻原選手をこれからも応援しています。頑張ってください。なるほど。はい、一つ目、うん、色も違うんですけど、ちょっとモデルも違くて。そうなの？はい、まず前半と後半で変える理由として、まあ、スパイクが汗でびちょびちょになって重くなってしまうっていうのがあって、それで後半もまたしっかりフレッシュに入れるように、うん、色もスパイク自体もあとモデルも、まあ、気分でですけど変えますね。感覚的には新しいモデルはちょっと固めでちょっとがっちりしてて、で、まあ、前半入って、で後半はその前の方は割とフィット感あって、うん、すごい なんていうんですかね、柔らかいって言ったらあれですけど、馴染んでる感じあるんで、落ち着くというか、そんな感じですね。なんかイメージよくわかんないけど。繊細やちょっと繊細な顔してないけど、ね、プレーもそこまで言ってないよ、俺は。なんか聞こえ聞こえてきた。そうですね。でも最近はっていうか、これからは多分ずっと、まあ、同じ色でモデルも一緒で多分変えていくと思うんですけど、なんか最近そうしてましたね。あ、そうな。全然気づかなかったな。でもとりあえずフレッシュに前後半変えれればいいかなっていう、うん、同じスパイクで行くっていうのは絶対ないですね、今まで。そう、はい、ないですね。なんか重くなりません？なんか分かるけど、でも中にはいるか、なんか感覚を変えたくない方とかいるね。そのアップからずっと一緒のスパイク履く選手もいるし、うん、何やったら練習と一緒のスパイク履く選手もいる。ああ、練習も変えてますね。ある程度練習で鳴らしてスパイクも仕上げて、ちょっと何回か履いて、うん、ある程度仕上げた状態でもう試合用に変えるみたいな感じです。育てるというか。珍しいな。こだわりが強い。ちょっとあれ、スパイク愛が半端ないんですよ。あ、そうなの。スパイク好きなんで、うん、ちょっと熱弁しちゃいそう。しちゃいそう。しちゃいそう。やべ。しちゃいそう。ロレッツ待ってる。やっぱ、まあ、コロナの影響で、まあ、自由には動けないので、一つ例を挙げると、南禅寺。うん、南禅寺でずっとぼーっとしてるんですよ。ぼーっとして一人で、はい、一番ぶっとい樹木を見て、うん、こいつは俺よりも何百年もう生きてるのかって思いながら、うん、パワーもらってるっす。こう最後は触って、なるほどね、こう伝わってきて、うん、帰る。わかんねや、それが好きな。はい、なんか会話
するんですよね、やっぱ自然と、うんうん、やっべえな浦和とか新潟ではあんまりそんなことしなかった。そうですね、ちょっと感じられなかった。まあ力不足っていうのはあったんですけど力、はい、どのえよう分からんな、むずいな、やべ大癖出しちゃったえでも本当になんか何千字行くと落ち着くっていうのはありますね、好きだよね、なんかそういう自然が好きなんですよ、うん、あそう結構ガチでガチの方で。はじめまして、京都市在住49歳ムネッチと申します。荻原選手に質問させていただきます。ボールを保持しながらサイドを駆け上がっていくとき、瞬時に選択を迫られると思いますが、その時の優先順位を教えてください。またその際に心がけていることがあれば教えていただければ幸いです。いつも熱く見ている人を魅了するプレースタイルが好きで応援させていただいております。 J1 昇格へ向けてこれから厳しい戦いの連続だと思いますが、自分たちも全力で応援させていただきますので、荻原選手も頑張ってください。サイドバックだと割と選択肢は多い方なのかな、あのやっぱ視野が取れてるというか、でもその分やっぱサイドっていうのは、まあ、ある意味な逃げどころが少ないっていうか、タッチラインがあるので、そういった意味ではよりなんていうんですかね、判断のスピードとか、あとその自分がボール持った時のその運ぶスピードであったりとか、基本的にスピードが上がるところが多いかなっていう。で特にその駆け上がった時のその判断基準、判断その優先順位は一番最初ゴールですね、うん、でその次にゴールにより近い選手にあのパスつけること、前につけることが相手にとって嫌なプレーなので、そういったのは意識してますね。でも一番大事なのはやっぱスピード上がった中での精度、うん、特に自分の場合は本当にそのスピードっていうのはやっぱ、まあ、武器にしてる分、その最後のプレーの質っていうのがかなり問われる中 で、まあ、ちょっと感覚的な部分もあるんで、そうやな、うん、かなりサイドだと、うん、なんなんですかね、あのドリブルしてるときあんま考えないことも大事ですね、うん、結構ホギって、まあ、ボールが左側にあってもクロス上げれるよ、うん、遠いところからでも腰ひねってとかさ、 そうですね、それができる選手とできへん選手っているやんか。最悪もうそのまま蹴ってもバーンなりますよ、ね、るもんね、はい、もう全然それ普通っす、もう感覚もう本当に結構体吹っ飛んでもクロス上げる時とかもあるし、ね、なんなんですかね、足の角度とかも変えたりとか、うん、まあでもこれからもっと精度上げなくちゃいけないし、うん、まあゴールに絡みたいところではあるんですけど、まあこの間の試合なのかな、うん、え前半で何本打った3本ぐらい打ったの、4本ぐらい打ったのか、枠外はなかったから、うん、なんか、まあ、なんかチャンスというか匂った感じはあったけど、ね、バーンっていつもおかしいから、うん、でもあそこにいるってことも大事だし、そのあそこまで行くっていうのが自分にとっての成長なので、うん、そこからまた決めるってなったらなんとなく決めれるような、うん、そのなんとなく決めれるほど簡単ではないので、サッカーは、うん、だからそこ行った時により質を求めていきたいなと思ってます。荻原選手こんにちは、京都市在住10歳のサナです。荻原選手に質問です。荻原選手が記者会見の時 IKKO さんのモノマネをしているのを見て、私は恥ずかしくてできないので荻原選手はすごいなと思いました。荻原選手は小学生の時人前で堂々と話すことができていましたか？人前で話せるいい方法を教えてください。あと、IKKO さんのモノマネ以外に何かできたらやってほしいです。荻原選手、頑張れ。引き出すね引き出しますね。サナさん。堂々と話すっていうのと、多分僕がやったようなああいう一発ギャグっていうのは、まあ、似た部分もありますけど、まあちょっと違うというか、僕も人前で話すのは苦手な方なので、まあ、気持ちはすごい分かるんですよね。まず共感できるっていうのと、うん、で小学校の頃なんか特に僕はそんな
あのキャラは変わってないですけど、いざ人前で話すってなるとやっぱ話せなかったので、うん、なん教えようがないというか難しいですよ。だって僕も国語の時間に、うん、あのこっからここまで読んでくださいみたいな、あるね、はい、荻原くんって言われた時に、うん、足クククククそう、はい、そうか、それとはまた違うか、一発芸するの、まあそうやな、そうそうそう、ちょっと違うか、あそういうのも苦手だった方やし、方やしとか言ってる感じ、ちょっとエセ関西いいよ、もう関西出して全然いいよなんか、なんですかね、こうやって人前で喋れる機会が、極端な話、人生で一回もない人だっているじゃないですか、うん、だから、まあ、そこで喋れるチャンスがある自体、まあすごいというか、うん、まあなんかサッカー選手さ、よく緊張しないですねとかさ、うん、言われたりするやん、うん、一般の方にみんな緊張してるよね、もうバッカッ試合の日とか、なんか緊張してる時とか、お腹緩くなって、もうお腹痛くなるんですよ、ね小学校の頃からそういうなんか強いチームとやるときなんかお腹痛くなるんですよ。あ、そうそんな人間だったんで、そうそう、なんか緊張することは別に普通やし、普通に悪いことじゃないし、それが普通だと思えばみんなそうやし、うん、でそもそもサナさんこんだけ立派に喋ってるから、そうね、そうなんかこう、うん、僕が言うことは何もないですよあと気持ちね、気持ちで伝えるかどうかね、うん、じゃあ2個目、2個目ありました2個目あったんですか。IKKO さん以外の何かモノマネできますか。できたら5個あのサナさん以外の子を見てくれてる方はやっぱりいっぱい見たいんちゃうかなと思って、あーちょっと俺自分がやれるモノマネあんま覚えてないぞでこの間金八、あ、金八先生、金八先生やってたやん、あれバカチンガーってやつですよね。あんなこう、ものまねじゃないから。誰でもできる、たぶん。一番得意なのは何？あの、鉄板みたいな。なんか、素で似てるのが、たぶん小宮なんですよ。あと、じゃあなんかこういう感じで喋ると、もう小宮になっちゃうんだよ。似てる、似てる。もっと柔軟であれって。それ練習してんの？いや、ちょっと恥ずかしいですよ、それ言うか、そうそれ恥ずかしい、ナンセンスやった、モノマネする人みんな一人でこうやってあーって言いながら、やってるんだから南禅寺行ってやってんやな、そういうの一人でな、いや、なんか降りてこないかなって思いながらでもテレビとか見てて、あれこれもモノマネできんじゃねって練習して、なんか声の出し方とか、うん、いや、今似てたの、なんかいいよ、なんか、なんだろうね、サナちゃんが喜んでくれそうな、もうモノマネあるっけ、あるバカ、いろいろ渋いやつがありますよ、警察官とか、そういうこれ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 みたいな、おー、すごいそれだよね、それだよね、それはすごいとか、そんな感じですね、なんかそんなんか、サナもいいんじゃない、いろいろできる、芸達者やな、はい、芸達者でも人前では緊張するってことになっちゃうでしょ、このまま読むときな富岡市在住24歳グリーンです。第3節大宮戦で男泣きされてるシーンがありました。新体制発表会の時みたいな、いつもの荻原選手とは違う一面が見れて私はほっこりしました。それと同時にとても感動し一目惚れしました。そこで質問です。荻原選手の好きな女性のタイプはどんなんですか？うん、関係ない。面白くてかっこよくて感受性豊かな荻原選手が大好きです。 J1 昇格に向けて一心で頑張りましょう。これからも応援しています。まず三節 の、 その男泣きっていうか、男泣きかわからないですけど、まあ、ただの泣きというかいや、その女性の方からしたらやっぱりギャップにちょっとあれやったんちゃう、グッてきたんちゃう、そっからの女性のタイプ、いやもう普通に一目惚れって言ってるからもう告白よ。ありがとうございます。まあ、好きな女性のタイプ？好きな女性のタイプってこといいですか？質問は、うん、そう、愛嬌があるような、愛嬌がある子がいい。はい、愛嬌があるような可愛らしい子がタイプですね。仕草とかも、
好きな仕草とか。仕草仕草っていうか、いくつやったっけ今、21っす。21か。今年22なんですけど。そうか。そうかやな。まあ、ちょっと自分のあれについて来れるかっていうのがすごい大事な要素になってくるかなっていう。じゃあ、何千人の時はまあそっとしておいてくれて、モノマネしたらもう、してくれるうわ笑ってくれる子やな。もう笑ってくれるというか、もう笑っちゃう感じですよね。笑っちゃう。笑かしに行くというか、うん、もうそれは笑ってるでしょ。つまんなかったらもうマジでもう真顔でいてほしい。そんな子です。どういう子バカに付き合ってくれるな、愛嬌のある子。そうです、以上。ありがとうございます。在住26歳飯田です。荻原選手に質問です。僕が、お金がなくて、お金を貸してほしいと言ったら、いくらまで貸してくれますか。よろしくお願いします。何やこの質問、クソだ。仲いいやろ。もうなんか仲いいイメージがめっちゃあるけど、いつも一緒おるやん。やっぱ、貸せませんね。やっぱ信頼できる人にしかやっぱ貸せないっていうのを考えれば、彼にはやっぱ貸せないと。貸せない、信頼できない。はい、はい、できません。この足の速さだったらどこに逃げられるか分かんないから。俺でも追いつけるから。そうやな、はい、こうやって逃げられたら多分無理っす。ほんまに困ってても、いやめっちゃもうどうしよう、もうそれ結構難しい質問っていうか、ガチ。まあ遊び半分ちょっとガチなところあるから、なんか変に捉えられてもまあ別に稼ぐだけっつったらちょっとゆるゆるになあれですけど、まあでも飯田くんやったらっていうのはありますよね。そう、だから飯田貴博だったら別にっていう、そうですね。もちろん利子はしっかり取りますけど。おい、ちょっと明日ちょっと金入り終わって、今ちょっとお金なくて100万ちょっと貸してくれん。頼むわ。やっぱお金の貸し方よくない、考えましたね。そんな感想じゃない。なんでこれ、なんでこの 11Q。 でもまあ悩むぐらい、まあ、そうですね、仲いいっていうか、まあ、あ、別にあの貸しぐらいの仲だと、あ、仲じゃないしね、はい。やだな、なんかそういうの。なにこいつ、ふざけんなよ、もう画面早く閉じてくださいよ、これ。なんか京都市伏見区在住36歳、クロちゃんさん。ああ、ああ、え、クロちゃんいた今どこにいたの。本人かもしれない。あ、本人かもしれない。感情爆発させて戦う姿を見てファンになりました。今までで一番荻原選手の感情を揺さぶった映画、音楽、漫画などがありましたら教えてください。まず映画、うん、あ、ショーシャンクの空にとか、ああ、いいね、うん、かな。漫画は、漫画はなんだろう、ドラゴンボール、あとナルト。ナルト、なんかあいつナルト好きなの。音楽は、音楽はなんだろう、ワンオクロックとか、うん、トリプル A とかですね。でもこの感情爆発させて戦うみたいな結構あってさ、うん、やっぱ自然体でいたいけど、うん、まあ、爆発させる瞬間爆発させないと、うん、やっぱそれパワーに変わんないんで、うん、あ、わざと爆発させてその試合に入り込む時とかもあるんで、うん、ふわふわしてる時とか。でもまあ普段とのギャップがすごいね。全然違う話になっちゃったけど。そうっすかね。だって何千字でぼーっとしてるぐらい。いや、もうそういう人みたいに思われるからやだ。なんで最初に言ったの。俺何千字なんで。うん、大阪府高槻市在住39歳、藤玉さん。妻が荻原選手の大ファンです。
数年前から親知らずが痛いと言っているのですが、何度言っても怖がって歯医者行ってくれません。荻原選手から歯医者へ行くように言っていただけませんでしょうか。そうすればきっと歯医者へ行ってくれると思います。妻の名前はカホと言います。カホさん、歯医者に行ってください。以上ありがとうございました、はい、終わりかい京都府在住10代カーズさん、荻原選手に質問です。今シーズン京都サンガに加入することを決断した理由を教えてください。いつも荻原選手の迫力のあるプレーを見て元気をもらっています。後半戦も J1 昇格争いが続きますが、 J1 昇格に向けて頑張ってください。荻原選手大好きです。期待してます。あの、決断するにあたって一番最初に第一にしたことっていうのは、多分論理的にいくっていうよりも割と、なんていうんですかね、感覚的にというか、その自分が感じたことに素直になるというか、その時に僕は来年京都でやった方がいいなって、あのシーズン、去年昨シーズン終わった時に思いましたね。決断すごい迷ったんですけど、まあ一番はやっぱ覚悟を持ってあのプレーできるというか、まあ、気持ちがとにかく大事だった、うん、その観点で考えた時に京都かなって、なんか直感的に思った部分はありますね、うん、で張さんが監督に就任されるっていうのが決まったことが僕にとってのすごい大きな要素だったかなと思います、うん、はい。張さんとズームミーティングした時に、うん、もうそのもう数時間後にはもう自分の中で決めてましたね。あ、そう、あ、と思って、もう直感っすよ、本当に、うん、この人とシーズン一緒に戦ったら、まあ、間違いないなっていうのは、うん、もうその一発目の ズームミーティングで、うん、あ、なんかこの人違うって、うん、なると思う、すごい人だと思って、うん、相当インパクトありますよ。あ、本当に勝利に責任持って毎試合毎試合戦えるところというか、やっぱ京都だったかなっていう、もう今やって本当に正解だと思いましたし、あの時の決断が、それは今も本当もう何も変わらないという気持ちが本当に来てよかったなって思いますね。いいよ、最後ね。京都府在住33歳カズさん、応援に行くときはゴール裏で荻原選手のゲーフラを持って応援しています。ゲーフラは選手に気づいてもらえて後押しになっていますか。またゲーフラを持っているサポーターや、よく来る応援に来るサポーターは、あの人また来てるなと気づきますか。すぐ気づきますね。特に試合後、うん、こうやって掲げてもらえると、うん、すぐあってなって、すごい見た瞬間に素直に嬉しい気持ちになりますね、うん、で特に、まあ、僕はもう本当に何も意識しないですけど、うん、まあレンタルで来てる身として、うん、やっぱこれだけ応援してもらえるっていうのはすごい、うん、やっぱ嬉しいですよね、うん、すごいパワーになるし、うん、でもちろんやっぱ J1 昇格とかそういう目標はありますし、うん、そのためにやってるってなんですけど、それとはまた別で、うん、来てよかったなって思えるようなプレーっていうのはしたいですよね、うん、応援して。そうやね、まあ、それを心がけてるっていうか、まあ、それが、まあ、自分みたいなものなんで、うん、もう意識するっていうか、もうそれやんないとやっぱ自分じゃない、うん、それは勝ち負け以外のサッカー選手としての価値やったり、スポーツ選手としてね、うんうんうん、の価値でもあると思うから、そうですね、それを
こう表現できる、素直にこう表現できたり伝えれるっていうのは、まあ小木もそうやし、多分森とかもそうやかね。まあ深く考えなくていいんですけど、うん、まあでもなんか、まあ、とにかく気持ちですよね、うん、気持ちが多分ないと、まあ、伝わらないっていうか、うん、このゲームは見たことある？はい、もちろんありますよ。で今度手振ってあげて、何すか、いつもこうやって見て。振る選手とあんまり振らへん選手もいる。恥ずかしい、ね、恥ずかしいやろね。だって分かる、分かるっすよ。なんか例えばなんか1年目の時とかもなんかちょっとこうやって手挙げてプロっぽくやって恥ずかしいみたいな。分かる分かるな、ありますよね、なんかそのなんか。でもそうじゃないもんな、それも含めてプロ選手やからね、うん、そうそうそういう対応することもね。これからにして、もっと自分の良さを、前面に出して、皆さんと一心で、戦いたいと思います。目標に向かって、頑張りましょう。この動画を見ていいなと思った方は、高評価と、チャンネル登録よろしくお願いします。